はい、えー、皆さんおはようございます。さあ、一般常識、いよいよシーズン3になりましたけども、問題の数が増えてます。それから、えー、っと、問題の難易度もちょっと増えてます。あの高くなってますねで。基本的に6割目指さないといけないんですけど、この演習で6割取るのはかなり難しいです。で、まあ、基本的な皆さんの対策の仕方としてはですね、今日ちょっと参照するかもしれませんけど、この基本テキスト。 えー、でこの,あの改定された部分が5月バージョン赤になってますんで、特にこの赤のところをちょっとチェックしておいてください。でそれからまあとは基本事項として、この,あの、えー、第1編ですね、第一部と、まあ、第1部そんなに熱くないんで、これ、ざっと読んだでまで、まあ、第2部の特に新しい情報のところをしっかり見ておくということですで。近年はですね、このね、第2部の、えー、っとこの 作品のとこからよく出てますんであの、量多いんですけどもね、頑張ってこの作品のところ、目通すだけは通しておいてください。1回見ておくと、選択肢問題だったらなんとかなるっていうものも結構多いんで、でこの演習問題では、この作品とか本文の方から出した問題をかなりこうひねってありますからねあの、結構難易度は高くなります。だからまず目標としては、半分、半分とにかく取れるぐらいに知識を高めていっていただきたいと。 それからあと本試験ではですね、えーっと、この4つの説明のうちどれか正しいのを選ぶっていうのが多いんで、1問、えっと、あの1分ぐらいで解いていかないといけないんですよね。だから、パッと見て判断する、早く読むっていう力も必要になっていきますんで、まあ、そこらへん、あの鍛えていっていただきたいと。さあそれじゃあ、1つ目から見ていきましょう。はい、パリ協定ですね。で、えーっと、2015年にパリで開かれた。 国際的取り決めと。それから、えー、と2016年11月4日に発行した正しい記述を選びなさい。えー、1、2020年以降の地球温暖化対策を定めており、排出量削減目標の、えー、策定義務化や進捗の調査など一部には法的拘束力と罰則規定がある。2気候変動枠 組条約に加盟する全196カ国すべてが参加する枠組みとしては史上初であった21世紀前半に温室効果ガスの人為的な制限による創出量と人為的な吸収源による 除去量間における均衡の達成を掲げたこれはどういう意味かというと結局あの二酸化炭素物を燃やして排出する二酸化炭素とあとそれを、えー、人為的に吸収するというのは例えばコンクリートの中にその二酸化炭素を取り込んであの埋め込んでしまうとかあと二酸化炭素を分解するとかいろんな新しい技術がありますのでその均衡を測ろうということですね、えー、ゼロエミッションとはちょっと概念が違いますゼロエミッションの場合には 結局1年間に植物なんかが吸収していく二酸化炭素、これとそれから人間が排出する二酸化炭素のバランスを取ろうという、そういうことですから、こちらのえっが目標値としては、目標としては高いですね。だから人為的に出すものとそれを科学的にこう吸収するもののバランスを取るというわけですから、こっちの方が難易度は高い。 れから4番の100か国以上が参加することと世界の温室ガスス効果ガス総排出量のうち40%以上をカバーする国の基準が好条件であったとさあ正解は2番ということになります1番はですね罰則規定これが罰則規定ありませんそれから3番なんですけどもこれは21世紀の後半ですねはいで <laughs> それから4番ですけども、これはですね、ここが55%ですね。で、55カ国以上を55%ということで、これ、数字を出されるとあの、難易度がすごい高くなりますので、まあ、だから、この数値だけは知っておいた方がいいというふうに思いますね。はいということで、えー、パリジョはここ、ちょっと読んでおいていただくといいと思います。 ここにリンク貼ってありますからね。えー、この55か国55%っていうのは21条の1項ということになります、えー。さて、それでは2番の方に行きますね、えーっと。2020年は米国大統領選挙の年であったと。2年前ですね。で米国の大統領選挙および連邦議会議員選挙の制度について正しい記述を選びなさいということなんですけども。 えー、これはですね、まず1番、有権者は事前登録した18歳以上のアメリカ国民で大統領候補を直接選挙で選び、全米の総督票数で勝者が決定される。2、連邦議会は下院と上院からなり、下院の任期は2年。 上院の任期は4年で上院議員選挙は下院議員選挙に合わせて2年に1度2分の1を改選する。3、副大統領は上院議長を兼務し上院における定員100のうち議決が賛否50対50となった場合決定票を投じる権限を持っている。4、大統領や副大統領は連邦議会議員の兼務はできないため候補者に指名された時点で議員を辞職するのが慣例である。 さあえー、選んでいただきたいと思うんですけども、えー、これはですね、正解は3番です。えー、これはですね、あの上院というのは、あのえーまあ、セネットというふうに言いますけどもね、あの各州2名ずつです。アメリカ全50州のうち、人口の多い、少ないにかかわらず2名ずつなんですね。だから全員で100名なんです。 だから多数決を取った時に50対50になることがありんですよね。その時に副大統領が上院議長を兼務してますから、その人の票で最後、決定するというものですね。で、まず一番なんですけども、これはですね、直接選挙ではないです。ここはですね、事実上の間接選挙ですね。有権者が選んで選挙人の獲得数で勝者が決まる。 ということで、この選挙人というのは、その地方有力者なんかがその、えー、立候補してるんですけども、まあ、そういったあの選挙人に選定されるんです。例えば、えー、と共和党だったらこの人、ねえー、この地区はこの人、でこの地区はこの人みたいな感じで指定されるわけです。で、その人に投票するんですね。ただ、そうやって共和党に指定された選挙人が裏切って、<laughs> あのいざ投票するときには民主党に行くということもありえます。 ありるけど、そのような極端な裏切り行為っていうのは、えー、基本的に想定していないですねで。選挙にはだから、例えば A さんに、えー、この投票します、私は共和党員ですという、えー、そういう人が自分の地区にあのいるわけです。で、その人に投票するわけですね。で、そうすると、これってですね、州ごとに行われるんで、例えばその州で、えー、っと51対49で A さんが勝ったと。ね、で、それが例えばもう10州ぐらいあって。 での他の10州は B さんの方がもう80%ぐらい取って、A さんは20%ぐらいしか取ってなかったと、それを総合すると、全部の票においては、結局 B さんの方が圧倒的に多かったんですけれども、実は A さんの選挙人の方が多かったということもありうるわけですね。これはだから、アメリカ的な民主主義の考え方で、え例えば民主主義というのは、あのその 1あの一地域において多数決51対49であろうと51の方が勝ちとそうするとその地域はその51の人の意見で全部統一するというこういう感じになるんですよねただそれだとバランスが取れないんでそれを各州ごとに決めていって最終バランスを取るという、まあ、こういった考え方っていうのは国によってまあ民主主義の,あの、えー、いわゆる少数派の方をどう処理するあの扱うかというのはやっぱりいろいろ 違うわけですよねアメリカはこういう感じです。えー、各州の勝ったものが総取りっていう感じになっていて、最終的に全米で獲得した選挙人の総数が多いということになります。えー、っと全米をこの選挙区に割ってますから、えー、538人いますで。そのうちの過半数の270人以上を取ればいいわけですね、えー。それから2番なんですけど、下院と上院からなっているとここは正しいんですが、 えっと任期がですね、えっと上院がえっと六年です。それからえ、えっ、ー、と会員は変えてないか。えー、あっ、会員が二年はこれ、正しいです。だ日本のあの半分ですね。でしかも解散がないんで、まああの結果的に、えー、この二年で交代すると。で一方、上院の方は、これがあの六年でですね、改選は二年ごとに三分の一ずつやっていきます。 で100名いるの3分の1はどうするのかというと、どの都市かが、えー、と1名多くなるわけですね。34、33、33で開戦していきますので。はい、それからですね、えー、っと、この、あの、えー、 連邦議会議員の兼務ができないと、ここは日本と全然違うところで、日本は議会内閣制を取ってますから、国会議員が半数以上閣僚を占めていないといけないんですね。それから、えー、と総理大臣は必ず国会議員でないとだめですで。ところが、アメリカはそれを兼務できないんで、あのもし自分が議員であって、大統領候補とか副大統領候補に立候補する場合、その場合には辞職するというのが原則ですね。 でいつ頃の辞職するかというと、示された段階じゃなくて、ですね大体いい就任する前にがあの原則ですで。多くの方は就任する1週間ぐらい前かな、えー、ぐらいにあの辞任するっていう感じになりますね。はいということで、えー、なかなか複雑ですけどね、面白いですね、えー、システムがね。はい次はサミットの話ですけども。 えー、これはあのー、基本テキストに書いてあったんで、そこを読んでれば解けますけども、えーっと、登山者が山の頂上にたどり着くための手助けをする案内人を意味するシェルパーと呼ばれる首脳の補佐役が準備を行う。2、えー、1回目のサミットは1989年ソ連政府の崩壊で、えー、東西冷戦終結したことによる世界情勢の変化に対応するため開催された。3、これまで日本では1993年東京、 2000年、九州、沖縄、2008年、東野湖、伊勢島2016年、4回にわたって議長国を務めていると。2021年のサミットはイギリス、コーンウォールにて開催された。2022年にロシアのウクライナ侵攻を受け、ベルギー、ブリュッセルでの緊急開催がなされたほか、元来予定されていたフランス、パリでの開催が控えている。さあ、どれが正解かと。 まあ、これはね、実は単純に一番が正解なんですねで。それぞれちょっと知っておいていただきたいのは、まず第1回目のサミットなんですけど、これはですね、あのこれです、えっと、1970年代にニクソンショック、それからあとは73年の第一次石油危機ですね、こういったので、まあ、その世界経済についてですね、協調する必要があるという認識が出てきて、あのこの G7 が始まったわけです。もともとは G5 ですね。 でここに書いてあるように、1975年11月、フランスのこのランブイエで行われたものなんですけども、フランス、西ドイツ、当時まだ、ね、東西分かれてますん、ね、で、イタリア、イギリス、アメリカということになります。本来、G5 だったんだけど、イタリアは会員国でなかったんですが、この、えー、とアルド・モロ首相がですねのけものにされたことを不服として、会議に乗り込んできた、で強引にあのロのクに加わっちゃったわけですね。はい とということで、でこれにカナダが加わって、えー、G7 になってるわけです。それからえー、っと3番なんですけど、これはですね、あの東京でその前に2回やってます、えー。だからここに書いてあるけど、1979年と1986年に東京サミットをやってますんで、でこの後からですね、そのいろんな地域、まあ、 地域振興みたいなものも兼ねるようになっていったんで、東京以外のところで行うようになっていったわけですね。それからえっと4番は、ですねこの最後のパリではなくて、っと予定されているのはドイツ、エルマウですね。現在の予定では、ですね6月下旬に開催予定というふうに書いてありますが、ああ変更される可能性もあります。 で2023年、来年、日本での開催が予定されているんですけども、まあ、一応、名古屋、福岡、広島が正式表明してるんですけど、広島が有力視されているという理由は、現在の,あの岸田さんがね、あの広島の選挙区から出てきてるからですよね。で岸田さん自体、広島の生まれじゃないんです。あの人はあの東京育ちなんですけど、お父さんがあの衆議院議員で、えっと、広島生まれなんですね。 それで広島の、えっと、第、えっと、1区だったかな、当時の。でそこから立候補してで、ずっとその広島の、えー、この、えー、衆議院を務めてきたわけですね。で、あの岸田さん、あの今の文雄さんもそうです。はい、ということでございまして。えっ、ー、と、お父さん、文武さんだったかな広島って、その文武さんが初めて衆議院議員になった時のあの大物が結構いるんですよ、広島。宮沢貴一さんと。 あと、あの、えー、ほら亀井静香さんねなんかが広島ですよね。で、まあ、だから岸田さんがあのえっと首相になってる間に決定するんだったら、多分広島になると思いますね。これはね、えー、はい、次です。これ興味ありますね。人間が運転操作を行っても自動で走行できる。自動運転車、えー、現在急速に進められていると。 で日本政府、米国運輸省道路交通安全局では自動化のレベルをレベル0からレベル5に定義してるんです。で、そのうちのレベル3というのはどれかという話ですね。えー、加速操作制御のいずれか単一をシステムが支援的に行う状態 <coughs>、衝突被害軽減ブレーキなどの安全運転支援システムによると、現在の新車はほとんどこれ、備えてるんじゃないですかね。 からシステムがドライビング環境を観測しながら加速、操作、制御のうち同時に複数の操作をシステムが行う。ドライバーは常時運転状況を監視、操作する必要がある。それから3番、えー、限定的な環境かもしくは交通状況のみ、システムが加速、操作、制御を行い、システムが要請したときはドライバーが対応しなければならない。えー、それから4番、 高速道路上のシステムの正常な動作が妨害されない自然環境において、加速操舵制御といった操作をすべてシステムが行い、その条件が続く限り、ドライバーが全く関与しない状態と、1つ知っておく必要があるのがです、ね、現在あの、日本ではどのレベルができるかということなんですが、レベル3ができるわけです、これですね。 でこのレベル3というのが現在できるということなんで、それから見ると、だいたいコマーシャル見てると分かりますね。えー、っとシステムが要請したときはドライバーを対応しなければならない状態、これですね。で、えっと、このドライバーは常時運転状況を監督操作するというのは、現在のあるクルーズコントロールとかその手のものです。だから、車間距離とか自動的に測ったりとか、あと車線変更を維持したりとか、まあ、これはあの実はレベル2なんですね。 でレベル3はその1つ上ということになります。で、ちょっと見ていくと、レベル0というのが、あ,のあ、レベル2が上,上ですね。ごめんなさい。その1つ上ということになりますね。あ、まあ、上下っていう言い方は分かりにくいか。で、とにかく、レベル0っていうのはあの、何もついてないっていう状況ですね。すべてドライバーが行わないといけない。で、レベル1っていうのは、まあ、あの、 えっと、衝突防止システムとか、もうこういったのは今から10年以上前から、ね、ありましたので、それから、えっと、この2番がレベル2ということで、いわゆるクルーズコントロールとかあのトラックコントロールとかそういったものをですね、で3がです、ね、結構その、えー、進歩的なもので、えー、っとこれはですね、まあ、ちなみにあの4番がレベル4ということです。レベル4の場合にはです、ねあのまあ、ここが限界なんです、えー、事実上はね。だから ドライバーが乗っていて、それであのシステムが全部やってくれるんですけど、システムが要求したとき、そのときにはちゃんと対応しないといけないというものですね。で、レベル5は、ですね、あの本当に無人運転ができるんで、あの運転者いらない状態なんで、これはちょっと現実的じゃないです、まだ現在のところね。あの一部の路線がトラックが決まっているようなものなんかにおいては、ですね、あの自動運転というのは可能ですけどもね。 ただ、人間がちゃんとこう監視しないといけないとかいうのもありますので、でこれは実は法律がありまして、あ条約があって、ですね <coughs> ジュネーブ道路交通条約というのと、えー <coughs> あの、ウィーン道路交通条約というのがあるんですが、日本はこのジュネーブの方ですね、欧州諸国はこのウィーンの方ということになります。失礼。それで、えっと、この定義がですね、 2014年に人間によるオーバーライドと自動運転機能のスイッチのオフが可能であれば規制対象としないと変更されたと、つまりいざとなったらその自動運転を自分でオーバーライドできる、つまり人間が優勢されると、もしくは自動運転機能をストップさせるということが可能であれば全部任しちゃって構わないよというふうに変更されたんですねで。これによるとレベル3までが規制対象にならないことになります。でこれがですね、えーっと 自動運転が解禁になったのが2年前ということになりますね。でちなみに、えっとですね、レベル4については、えっと、全国解禁2025年目指してますんで、まあ、これに目指して新型のシステムとか自動車なんかの開発が進んでるということですね。まあ、楽しみですね、レベル4ね <laughs>、はい。日本の選挙制度について正しい記述を選びなさい。 衆議院議員選挙では同日に投票が行われる小選挙区選挙と比例代表選挙があるが、立候補者は両方の選挙に重複して立候補することはできない。衆議院ね。参議院、これ一緒ですね。選挙区選挙と比例代表選挙区があるが、選挙があるが、立候補者は両方の選挙に重複して立候補ができる。衆議院議員総選挙は、 衆議院の解散による場合には、解散の日から40日以内、任期満了による場合は、任期満了から31日以内に行うと定められている。参議院議員の任期は4年であるが、2年ごとの半数改選となっており、非選挙権は日本国民で満30歳以上ということなんですが、さあ、どれか正しいのがあります。はい、正しいものは3番ということですね。1番と2番は、それぞれできる、できないがひっくり返っています。 これはですね、あの要するに、えっと、ここにちょっと書いておいたかな、えー、現在の衆議院議員の定数は465とで、小選挙区選出議員が289で、比例代表が176なんですけれども、長区立候補できるため、小選挙区で落選しても比例区での復活当選が可能ということですねで。一方、これができないのがあの参議院議員の方です。長区立候補できないですね。 でえっとまあ、そもそもあの <laughs> 参議院議員の場合にはあの、なんていうかね、党に対して投票していくんで、えーまあ、個人名でもできますけどもね、まあ、だからそれによってこうあの、党が決めた名簿に従って、こうやってあの割り振りしていくっていう感じになりますねで。一方ですね、ちょっと知っておいていただきたいのが、選挙区の、えー、と定数がちょっと変わります。 2018年の改正によって、えー、選挙区選挙で1人、比例代表区で2人追加されて、248人になってますね。で、えっと、<laughs> 半数ずつ改選していきますから、えー、っとから今とその半数改選の年なんで、とりあえず2人増えます。で、その次の選挙でもう1人増えて、最終的に248になるんですけど、現在は245ということになりますね。<laughs> はいということで、さあ、それからえっとこの任期なんですけども、これはですね、6年が任期で、あと3年ごとの半数改選となります。で、非選挙権なんですけども、参議院議員の方がやっぱりこうブレーキをかけるっていう役割を期待されてますんで、社会経験があの長い30歳以上、満30歳以上。 で一方、衆議院議員選挙っていうのは、やっぱり国民の何ていうかな、意見を、えー、この反映しやすくっていう点から、25歳以上というふうになっていると、そういうふうに考えると、えー、分かりやすいと思います。でちなみにこの政界のです、ね、40と30、えー、そんな覚えきれないと思うかもしれませんが、常識で考えると、衆議院が解散するっていうのは、いつ解散するか分からないんですよね、これ。だから、結局、こっちの方が時間を余分に取っとかないといけないんです。 任期満了の場合にはあの、もういつ満了になるか分かっているので、三、ま、十、あ、日で、えー、あの十分ということになるわけですね。まあ、これちょっと常識で考えればいいでしょう。<laughs> はい、次です。えー、衆議院議員選選総選挙、総選挙区において用いられる現在の議,、えー、っと議員定数の配分方法は、得票の多い政党や人口の多い県に有利であるとの指摘があると。 でその是正を目的に新しい配分方式が2016年成立のまあ法律で決まったんですけども、えー、この方法は各都道府県の人口ある数で割ってそれぞれの省の小数点以下を切り上げてその定数とするでそのある数というのは各選挙区の定数の合計が総議員定数と一致するように算出されると。えー この方式を何と言うかということなんですが、この辺のね、詳しい仕組みは理解できなくて結構ですね。えー、これがあの新しい方法で、アダムズ方式というふうに言うんですね。で、このドント方式っていうのは、まあ、現行なんですけども、えー、波数をすべて切り下げるということになります。えー、だから、これは、えー、と大きな等なんかに有利になっていくんですね。で、それから、えー、っと2は波数を四者、五入、偏りが小さい。 で3、えー、これちょっと複雑な計算の仕方なんです、ヒル方式っていうのは、ちょっともう説明しきれないんですけども、あの米国の会員の、えー、議席配分に用いられていると。で4は、アダムズ方式っていうのは例えば具体例で言いますとね、人口が65万と35万の都市に、えー、5議席を配分するときに、例えば片方が、こっちの方、65万の方が議席数は多くなるはずですよね。そうすると、5しかないんで、3、2となるのがまあ、 あの常識だとは思うんですけど、4、1、えーと、2、3というのもあったりするんです、えーそのまあ、だからそこをです、ね、どう分配するかということなんですけど、これをきれいにあの論理的にこう3、2とするにはどうしたらいいかと、例えばこの人口をです、ね、20万で割るんですね、そうすると3.25と1.75となって、端を切り上げると、4と2になって、総議席が6になりますから、20万ではダメと。じゃあ、22万で割ってみよう。 そうすると今度は2.95、1.95となって波数切り上げで3と2になる。あじゃあこれでいいというこういう感じになっていくわけですね。だからまあそのこの5議席という数値とこの総数つまりえっと3と2という合わせたこの数がちゃんと5になるようにですね、この切り上げた数がね、それまでいろいろ,とこのいろんな数値で試して割っていくわけです。でそうすると総数に対してこの何、えー、ていうかな。 ある,ある年の議席の配分というのをバランスがよくなるというシステムですね。はい、というわけで、すごい簡単な説明になってますけど、こういう方式で、名前だけ覚えておいてください、アダムズ方式というね。さあ、えー、2018年6月に成立した働き方か改革関連法ですね。 2019年4月よりそれぞれ施行されているということなんですけども非常勤や有機雇用といったパートタイム労働者の待遇改善のため同一労働同一賃金が2020年4月から派遣会社を除く中小企業では2021年4月から施行されたと、まあ、この労働働き方改革関連法に関する正しい記述ということですね。まず残業時間も含め えー、就業時刻から次の日の始業時間までにしっかりと休める時間を確保できるように、えー、と勤務間インターバル制度が罰則付きで導入された。10日以上の年次有給休,休暇のある従業員には1年のうち5日は時期を指定して有給を与えなくてはならなくなった。もともと大企業を対象に1か月に60時間を超える残業は50%以上の割増賃金率が適用されていたが、えー 今年の4月からは全企業対象とした適用となったと。から1年間の残業は720時間以内。で、月に45時間以上の残業ができるのは年間3ヶ月までが上限。はい、どれが正解かということで、これは確か、えっとね、おとどしいぐらいか試験に出てたと思うんですね。これです、えー、2番ですね。で、えっと、まず1番なんですけどもあの、罰則は課せられないんですね。この 勤務間インターバル制度っていうのはね、まあ、一応あの導入促進を目的にという,、えー、いうことですね。それから、えっと、これはね、今年の4月じゃなくて、えー、来年の4月です、えー。来年の4月から全企業対象に、あのーえー、60時間超える残業は50%以上の割りし賃金。それから、えーっと、この1年間の残業の、えー、うち45時間以上が上限 なのは、えっと、年間6か月ですね。はいということで、まあ、ちょっとこれ難易度が高いんですけど、まあ、あの次にまたまっさらな状態で問題解いてみていただいて、この2番が選べれば結構だと思います。はいえっと、年金制度改正法ですね、これも結構ニュースになっていたんで、ちょっと、ねえー、知っておく必要があるでしょうね。えー、まず、えっと、どれが正しいかということなんですが、令和 4年3月31日時点で70歳未満、または老齢年金の受給権取得日から5年が経過していない人を対象に、70歳までであった繰り下げ受給の上限年齢が80歳まで引き上げられ、受給開始時期は80歳まで選択可能になったと。これ、どういう意味かというと、あの繰り下げを65歳からあの給付開始されますけども、いやいや、私はまああの70から受け取るんでいいというふうにこう、それを、えっと、 あの繰り下げるとその分だけ、えー、年金額が増えていくとでそれを80まで繰り下げることができるようになったということを言ってるわけですね。それから2番、えー、60歳未満の人を対象に繰り上げ受給をした場合の減給率でこれは繰り上げ受給ということで早くもらうこともできるんですけどその場合にはあの減額されていくという、まあ、常識的なものですね。それから3番 えっと70歳未満の厚、えー、生労令厚生年金19社を対象に在職中であっても年金額が毎年10月分から改定される制度、えー、これを在職定時改定制度というんですよ導入されたから60歳以上65歳未満の人がの在職労齢年金について 年金の基本月額と総報酬月額相当の合計が37万を超えた場合、年金の全部または一部支給が停止にされることになったと。まあ、この中で一番正しいもの、これね、結構注目されてるんです。あのどういうことかっていうとですね、これあの、えっと、65歳から例えば年金をもらいながら働いていく場合ですよね。そうすると働いて、そのえっと、年金のか…あの 何、えー、て言うかな、毎月毎月、その払ってるわけですから、その分をが増額されないといけないんですね。ところが、えー、っと以前はですね、この仕事を全部辞めてしまった時に計算をするんですよ、そこから増額になるのが、これちょっともう少し働いてるんだからこうあの、なんて言うかな、あの年金、掛け金払ってるわけだからね。 1>, 1年ごとにちゃんと働いた分もありまししてよというそういう話になったわけです。そういうわけで今年からそれが変わるようになったわけですね。で今年のね10月分からえっとそれが加わるあの計算再計算することになったと。でえっとそれで大丈夫ですかね、えー、意味。うん、はい えっと、3が正解ということですね、就労の継続効果を年金に早期反映し、働きながら年金を受給する人の経済基盤を充実させることが目的ということになります。仕組みとしては、毎年9月1日を基準とし、前年の9月から当年の8月までの期間にいくらぐらい、まあえー、払っていったかとで、その分に対するものを、えっとその月、その年の10月分の年金から、えー、こう付け加えていこうということになるわけですね。 それから、一番はですね、これの、80はちょっとやりすぎ、えー、75までです、えー。今までは70歳までだったのが、繰り下げを75まで可能になったということですね。で、えー、っと1月との繰り下げで0.7%ずつ年金が増額していくんで、最長75歳まで繰り下げれば、えー、っと65歳に受けたときと比べ、最大84%、どっちが得するのかな、10年間もらわないわけでしょ。 それで10年待ってもらい出すと84%増額、あと何年生きられるかの問題になるんでね、微妙ですね。それからこの2番なんですけど、繰り上げ受給して、これちょっと厳しすぎるんじゃないかと、減額率が。だからそこをちょっと緩和したっていうあの、えー、感じですね。 だから最大減額率が、えっと、従来30%だったんですけど、これがまあ24%程度にちょっと緩和されたということです。早くもらった場合ね。それから4は、えっと、47万円が正解。えっと、あそうですね、えー、これはですね、従来は28万円を上回る場合に、年金の全部、または一部支給が停止されていたと。でただこれあの 65歳60歳以上、65歳未満の人が年金もらえるのは年齢によって制限がありますんであので、実は私の昭和32年というのは、これちょっとかかってるんですよ、これ。あのでただもうあの、えーっと、今いくつ以上の人かなは、この分はもうないです。これ特別支給というやつですね。でそれが、えっと、従来は28万円が限度だったんであので、あんまり意味がないというか、例えばあの現役で働きつつ、 この特別資金をもらおうとすると、年金と今の給与を合わせて、それが28万円以下のところしかもらえないんですよね。だから、全額もらおうとすると、よっぽど収入が少ない人しかダメです。だから、60歳以上から65歳はまだ働き盛りですよね。ここのの段階であのかなりあの月収が低い人以外はあのこの 特別支給の老齢年金というのはもらえなかったんですけど、ここを47万まで上げたんで、結構もらえる人が増えるということになるわけですが、まあ、その年齢の人はあのもうあんまりいなくなります。えー、というわけで、まあね、えー、おまけみたいな改革ですね。まあ、一番のでも、ポイントはこの3番、これね、えーあの、国民からすると嬉しい変化ということになりますね。 はいえー、さて、えーっとえー、国際観光振興機構のお外国人観光案内所認定制度っていう、これ、もう年々すごく増えていってるんで、えーっと、現段階でというふうにちょっと言っといたほうがいいと思います。あの2019年、あのまあ、2020年からコロナになっちゃいましたけど、えー、この間に、あの実は2019年のあれだけの外国人の多さを、 予見してですね、増やしたんですよ、この,あの観光案内所だからデータがすごく変更されてますんで,で、この中から2つを選んでくださいっていう、このカテゴリー3っていうのが、えー、っともう、えー、常時英語による対応が可能で、英語を除く 2, 2以上の言語での案内が常時可能、から全国レベルの観光案内を提供し、原則年中無休、かつ WiFi 携帯のゲートウェイ。 えーまあ、こういうふうにあのすごい厳しいレベルなんですけど、以前、確か東京ってこれ、3つぐらいしかなかったんですよ。それが現在ですね、カテゴリー3は東京14か所置かれてるんですよね。で、それに含まれるものを2つ選びなさいっていうことで、1つは絶対わかる、1つは。ね、1つは、通夜間ないしになると、絶対に1回は足を運ぶという、えー、これです。ね これ今日の表紙に載っていたものなんですけど、もう一つが難しいんですね。えー、はい。じゃあ、正解言います。もう一つは4番、これです。えー、っとね、この j r イーストトラベルサービスセンターっていうのは、あの東京駅の方で羽田にはないですね。羽田にあるのは、えー、っと、これです。えー、っと、この2つですね、えー。京急ツーリストインフォメーションセンターと それから東京観光情報センター、羽田空港っていう、この2つですね。で、JR の方はですね、これなんですよ、東京駅なんですね。j r e a s t t r a v l s e v e センター、つって東京ステーションというふうになってますんでね。というわけで、あと、ここら辺はみ皆さんあの、ね、あの資格取りましたら、頻繁に行くとこになると思いますんで、一応名前だけ確認しておいていただいたらいいなという、まあ、その中でも特にもう中心はここですよ。ね、浅草文化観光センターは もうあの来訪者がすごく多いんでね、えー、ここは観光拠点になってたところです。はい、ということで、あとは読んでおいていただいたらいいかな。さ免税店の話ですね。えー、っと、外国人旅行者等の非居住者に対して特定の部品を一定の方法で販売する場合について、消費税を免除して販売できる店舗を免税店と言います。正しい記述を選びましょう。 えー、販売対象は日本における非居住者で日本国内にある事務所に勤務するものや日本に入国後6ヶ月以上経過するに至ったものは含まれない、えー、それから、えー、2番日本の在外交官に勤務する目的で出国し外国に滞在するもので自分連絡休暇等のため一時帰国しその滞在期間6ヶ月未満のものは対象となる。うん つまり日本人でも、なんて言うんでしょうかね、えー、この、えー、非居住者に扱われると、これはね、えー、あの非居住者というか免税対象となるというね、えー。だから1人の非居住者に対して、同じ店舗における1日の販売合計が5000円以上であれば、えー、っと事業用、または販売用として購入する場合も免税対象となる、これちょっと微妙なところですね。 消耗品の場合、1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計が5000円以上、50万までの範囲内であれば免税対象になる。購入後は国内消費しても構わない。さあ、えー、っと、多分ですね、3番というのは明らかに違うなっていうふうに分かると思います。というのは、これ、事業用はダメですよ。それから購入後、これはね、消費したらダメです。えー、この消耗品はですね。えー、だから 1>, えっと、1か2ということになるんですけども、えー、正解は、ね、1番の方で、実はね、これ、2番は、日本の在外交換にいる人っていうのは、えーっとね、日本における居住者として扱うんですね。えー、だから、この日本の在外交換とこのツになっているところがです、ね、例えば日本法人の海外支店、現地法人、まあ、こういったものであればあの対象となるということですね。 ここの在外交換は違うっていうこといですそれから3番は、ですねこれはあの事業用はダメっということですね、えー、販売目的、事業用販売目的はダメという、それから4番なんですけども、これはですね、あのえー、ここに下線引いておきましたけど、消費を防ぐために指定された方法による放送がなされていないといけないです、取り出せないようになっている、中身がね。で 免税で、えー、と購入した消耗品について、非居住者が国内において一部でも消費した場合には、購入者が出国する際に免税購入物品を携帯していないということになって、その場で、えー、その免税された消費税の分をですね徴収されることになりますで。こういった手続きなんですけども、えー、と去年からですねあの完全電子化されましたんで、あのえーと パスポートを提示することで全部自動に記録がされる方式になりましたので、ものすごく円滑になりました。今もあの、えー、この免税手続きがかなりスマート化されてますのでねで、こういうふうに準備を進めていたところで COVID になりましたので、えー、なんか残念という感じなんですけどね、ただ、まあ、今後です、これがすごい効果を発揮するのはね、はいえー。日本における外国人の就労資格、在留資格について、正しい記述を選びなさい。 えー、留学の在留資格を取得して学校に通っている外国人の場合、えー、資格外活動許可がなくても週28時間以内であればアルバイトが可能である。家族滞在の在留資格で日本に滞在している外国人は、えー、資格外活動許可を取,取得すれば週28時間以上のアルバイトが可能である。これ分かりますかね、家族滞在って。これは例えばあの、えっとあの 夫婦のうちどちらかがその日本でえっとこのあの就労ビザを持って日本に住んでるとしますよね。そうするとそのえっと配偶者もしくは子どもこれが家族滞在ということになるわけですね。でそれが家族滞在のビザというのが発行されるわけです。 から永住者の、えー、っと在留資格を持つ外国人には就労制限がないが、法務大臣により一定の在留期間中、居住を許可された、いわゆる永住者じゃなく定住者の場合には就労制限がある。4、技能実習生は在留資格交付時に定められた技能実習に専念する必要があることから、資格外活動の許可を得ることはできない。さあ、どれが正しいでしょうね。はい、正しいのは4番です。 これはですね、まずあの1番からちょっと順番にいきますけど、これはね、資格外活動許可が必要です、いずれにせよ。これはあの資格外活動許可を取得する必要があります。で、現に有している資格、うん、在留資格に属さない収入を伴う事業を、うん、まあいいや、とにかく取得すれば28時間以内、夏休みなんかは週40時間まで可能なんですが、風俗営業はダメです。 あの水商売、パチンコ店ですねあの。風俗営業法に触れるようなものには就労できないということですね。それから、えーとあ、それからね、学校を卒業して企業に就職した際には就労ビザに切り替えることになると、つまりもう留学資格はなくなってしまうわけでね。で2の場合、これ、家族滞在ですね。家族滞在の場合にはあ、ちょっとクリックしていこうかな。家族滞在の場合には、えー、と28時間、えー い,ないまででととうことですねで同じです。あのえっと資格外活動許可というのを取得した上で28時間以内ということになります。で3番の違うところは、ですねこれはあの、えっと、定住者でどんな人が定住者かというと、法務大臣が特別な理由を考慮し、5年を超えない範囲で一定の在留期間を指定して居住を 認めるとうことですね例えば日本、日系人およびその配偶者とかで、あとは難民指定を受けた外国人とか、こういう方々ですね。で永住者、定住者、ともに法務大臣が許可する在留資格で、どちらも就労制限は存在しないということですね。でそれから、えっと、技能実習、でこ,れですね、これはです、ね、要するに技能実習生、アルバイトしちゃいけないということになるわけです。 でただ、この技能実習制度というのがあの変更になりまして、ちょっとこれ、クリックして読んでおいていただきたいと思うんですねあの。技能実習ですから、労働者、以前はね、この技能実習制度があ,のある前はです、ね、あの労働者として認められてなかったんですよ。だから、えっと、もうとにかく労働基準法とかが適用できなかったんですね。 でところが、この技能実習制度になって、この技能実習施は労働者として認められることになったんで、労働基準法が適用できるようになったわけです。で、まあ、それでいいような気もするんですけど、あくまでもしかし、自主制ですからね、そのやっぱり相場が低いわけです、えー、かあの賃金のね。だから、それを、えー、このなんていうかな、労働者不足のために利用しているっていう現状は変わっていないわけですね。で、また、実習受ける人も、本当は実習技能を、 習得して、本国でそれをはあの力を発揮するとかいう目的があるんですけども、あの日本であの稼いだお金を貯蓄するっていう目的の人が半分以上いますんで、だからちょっとここら辺はまだまだ、なんていうかな、矛盾が残ってるなっていう気はするんで、そこら辺、ここにウィキペディアですけど、書いてありますから、一応読んでおいていただきたいなという感じです。えー、さて、ああ、説明が長い。 <laughs> もうざーっと読んでおいてください。えー、っと感染防止拡大と、えー、観光需要回復などの政策プラン、えー、いろいろあって、はい、さーっと読んでいってくださいね。で、寺泊、ね、白白で、コンテンツの開発支援、その対象に、えー、国内外の観光客を引きつけるコンテンツ造成というところに、民族共生象徴空間のコンテンツ充実と、誘、えーえー、客促進ということで、 でこのアイヌ文化の復興、創造、発展のためと拠点となるナショナルセンター、あの国立博物館なんですね。これはあの、えっと、アイヌ文化を主体とした国立博物館では日本、あの国内初ということになりますね。で、この施設の名前を選びなさいということで、これ、去年結構あの話題になりましたんで、聞いたことある方も多いかと思うんですが、ウッポっぽ,ぽいというふうに言いますね。 でこれはあのアイヌ語で大勢で歌うというふうな意味です。えー、っと、コロポックル、これはあのアイヌの伝承に登場する小人ですね。ユカラこれはよく、あの、ユーカラの里とかいう名前のところがあ,り、ま、あったりするんですけど、あのこのアイヌの助手詞ですね。それからポロトコタンというのは、これ、現在のウポポエの前身になるもので、あの北海道の白湯町にあったんですよね。で、そのポロトコタンが、その場所がですね、 屋外、えー、博物館みたいな感じだったんですけどそこにこの新しくウポポイができたわけです。はいということで、えー、さてディスカバー村の宝、えー、これもねあの機、ー、質です、えー、出たことあるんでねでまあこういう目的で えと有料事例を選定して、その取り組みに対してね、全国に発信するということで、えー、と現在進行形です、これはね。で2021年11月に内閣官房および農林水産省は、第8回選定として、34地区および4名を選定して、特に有料な事例について、グランプリで部門賞を選定したということですが、やっぱり、えー、グランプリだけはちょっと抑えといた方がいいかなという問題です。 で第8回選定、えー、去年ですね、グランプリとあの獲得したものを選びなさいということですけど、こんなもん知ってる人いないですね、おそらく。えーまあ、あの関係者しかわからないと思うんですけども、一応問題が出た時のために、最新はこれですよっていうのだけ知っておいてください。えー でえー、っとこの三重県津市ですね、えー、障害者収納促進協議会というところなんですけども、えー、この1、2、3はですね、えーっと、1が5回目、2が6回目で、3は7回目のグランプリですね。えー、ということで、まあ、最新はこの三重県津市であるということです。どんな内容かというと,です、ねあのえーっと、福祉事業所、えー、農業経営体のサポート。 で県立特別支援学校の農業実習・充実化を図って、障害者収納人数の増加、障害者を支援する、指導する農業ジョブトレーナー、まあ、こういったものの養成講座、修了者の増加ということで、これについては、ですね、ここにあの特設ページがあってで、それをちょっとこうね、ディスカバー村の宝、8回選定と書いてありますので、まあ、そこに、えー、っと、こう 結果発表のとこ、こうね。そうすると、えー、っと、えー、選定結果、もう少し下かな。グランプリ、これですね。で、グランプリについては、えー、っと、これかなうん、ちょっとね、もう、こまごまとしすぎてるんで、えー、ちょっと分かりにくいかな。 うんまあ、ここにちょっと詳しくは書いてあるということです。えっ、ー、と、グランプリの分かりやすいページがあったような気もするんですけど、えー、ないか。うん。まあ、あの、先ほどの PDF ですね、えー。見るとしたらね。まあ、これだけでグランプリはこれということになりますね。はい、ということで、えー、あ、こっちじゃない。こっちだ。 それでですね、これにちょっと関係してるんですけど、さっき GAP というのが出てきましたね。これは GAP というのは、あのえっとえー、ちなみに GAP、これですね、Good Agricultural Practice という農業において食品安全、環境保全、安全労働等の持続可能性を確保するための生産工程管理のことですね。でこの GAP に関してですね、もう一つ、 昨今農林水産省は農業の自然循環機能を生かし農業生産に由来する環境への負担を低減する取り組みとして GAP を推進しているとでその取り組みの一環に未来につながる持続可能農業推進コンクールっていうのがあって持続可能な農業の確立を目指し意欲的に経営や技術の改善等に取り組んでいる農業者等をあのまあ,あの、えー、この 部部門とあと G 部門とと GAP に分けてて表彰しているとその中でこの GAP 部門の農林水産大臣賞の受賞はどれかということなんですけどもこれもちょっとトリビアのことなんですけどもうひょっとして出た時のためにねちょっと最新の令和3年度のものだけ知っておいていただきたいと、えー、正解は1番ですえー、っと愛知県立渥美農業高等学校ですね、えー、田原市渥美半島にあるんですね えー、というわけで、でですね、これはあの、えっと、2、3、4はですね、それぞれ、えっと、農産局長賞受賞者ということになります、えー。ここは説明がこのページにありますので、えーっと、受賞者が決定しましたということで、こちらはあの有機農業、環境保全型農業部門、こちらが GAP 部門ですね。で、これが愛知県立。 えー、厚み農業高等学校ということで、で、えっと、これの詳しいデータは、うん、これしかないですね。<laughs> はい、えー。そうですね。えー、まあ、ちょっと詳しいデータ、いろいろと探さないといけないでしょうけども、えー、<laughs> まあ名前だけですね、えー、もし選択問題で出てた時のために、ちょっと念のためにという感じです。さあ、あとはちょっとトリビアな話ばかりになっていくんですけども、2021年2月に発表された、えー、農林水産省のプレスリリースによると、2020年の農林水産物、食品の輸出額は9217億円で、前年同期 1.1%の増加となったとで。これはですね、輸出額を品,品目別に見た場合、農産物、水産物、林産物の順に輸出額が多いが、こういう順番ですね。農産物の内訳で最も高かった品目を選びなさいと。で畜産品、穀物、野菜、果実、加工食品、まあ、この中にアルコール飲料とか、 調味料とか清涼飲料水菓子などが含まれますねはい、どれだと思いますか、うん、これは意外と簡単かもあのジャンルが多岐にわたるものが有利なわけですよね、えー、だから加工食品が有利ですこうなる、ね、いろんなものが含まれますからねダン、えっとえー、トツですでこちら1位が771億 まあパーセンテージでいうと8.4、5.5、4.9、この加工職員はもう40.6という,もうダントツですね。で、えっと、これね、農林水産省のホームページ、ちょっとリンク削除されちゃってたんですね。でさっき気づきましたこれね、リンク、ああそうだ、つながらないな消し勝手に消しちゃってんだ。からちょっと新しいのをちょっと探しましたんで、であのちょっとデータが少しずれてます。えっと、先ほど 9217億円というふうに書いてあったんですけど、えー、っと、そうですね、ちょっと増えてますね、9223億円ということで、まあだから、これ、あの、為替レートなんかも変わっていってるんで、だから、ちょっと変化が出たんでしょうね、で、ちょっと補正したんでしょう。ただ、この中には、えー、っと、えー、これ、あの、リンク変えておきますんで。 新しいのはアップしておきますので,で、えっと、大体データはほとんど一緒なんですけど、あのこれですね、ここにあの加工食品、畜産品、穀物、野菜、果実というふうにありますけど、えっと、あこれ12月か、えっとね、1年を通じてこれだ、これが先ほどのデータの通りです、数値は合致してるかな、えー、合致してますね、さっきの3740億円って書いてあったんで、これですね。 合致、えー、してますで結局、アルコール飲料、あのー、この中にまあ日本酒も含めて、最近、日本のえっとビール、まあ、ビールはねあのアジアで非常に日本のビール人気なんで、であとはワインですね、これがあの世界的に評価が高いんでね、それからあとは菓子類、これはあの、えー、なんていうかな、すごい人気です、日本のお菓子はね。まあ、そういういわけでここら辺が上にこう、あのー 押し上げてるっていうのがありますね。というわけで、まあ、こちらの方にちょっとリンクを後で貼り替えておきます。で、えーっと、もう一つの問題は、国、地域別の輸出先上位3位というのは、えーっとまあ、食べ物、農産物に関してね、で香港、中国、えーあ、農産物、海産物、まあ、とにかくそういう農林水産省のやつね、で香港、中国、米国っていう順番です。でそこに あの輸出されるもののうちどれがあの割合が高かったかという話なんですよねで。1番はナマコが香港、アルコール飲料が中国、米国もアルコール飲料。で2番はアルコール飲料が香港、米国真珠で米あ中国は真珠、米国ブリ。で香港はアルコール飲料、中国は真珠、それから米国はホタテ貝。で4番 えー、生粉、調生物っていうのはあの加工品のことですね。あの塩漬けになってるとかそういったものですね。で、えっと、中国はホタテ貝、米国はブリ、こんなんじゃ分かんないと思うんですけど、えー、正解はですね、一番です、これね。で、えっとまあ、先ほどのデータからすると、アルコール飲料が結構あの重要な割合を占めてますからね。だからまあ,あの、国別に行ったとしても、えー、この、 アルコール飲料が多いっていう、ねえー、ところは、まあ、あの納得できると思いますね。で、ナマコはですね、まあ、日本産のものって結構高級扱いされていて、であの人気なんですよね。で、えっと、ただこの真珠がどうして入ってきたかっていう話なんですけども、えー、2019年まで香港向けの輸出額は金額ベースで真珠が高い割を占めていたんですね。ところが2020年、 香港にて開催予定であった宝飾展示会がコロナで中止になって大きくこれが減少したと。でで中国に関しては昨年までホタテ貝が高い割合を占めていたけれどもこちらもコロナの影響で単価の下落、輸出額が減少した。一方で海外で日本産のウイスキーの人気が高くアルコール飲料が輸出額増加に大きく寄与したという流れがちょっとしておいていただくといい。で 香港で1位なんですけども、これはもちろん中華料理の高級食材ですね。えー、毎年だいたい高い割を占めているということです。はい、最後に、えー、っと食料自給率の話です。これで終わりですね。で食料、農業で、農村基本法、まあ、いろいろ書いてあって。 でえー、っと食料、農業、農村基本計画をおおむね5年ごとに定めているということですね。で、この計画の要点の一つとして、食料自給率があるということです。で、その総合食料自給率と呼ばれる、えー、指標があるんですけども、まあ、それに、えー、っと基準年度、まあ、この年度をベースに計算していこうということですね。といいますのは、あの毎年毎年その、終わってから、えー、その1年の、えー、食,食料自給率というのが出されていくんですけど、 その、えー、目標値を定めるときに何年を目標に何パーセント目指しますというふうにやらないとその基準年度を置いとかないと目標値が定められないんですよね。えー、だから、えー、まず基準年度が、えー、っと平成30年度を基準にして目標年度、えー、令和12年に達成しましょうという基本計画が出されたわけです。で、えー、っとそれで考えるとですね で食料のカロリーに注目した国内に供給される食料の熱量に対する国内生産の割合を示すカロリーベース総合食料自給率というのは基準年度で37%を、えー、記録した目標値は何と設定されたかということですねで、えーっと。基準年度37というふうに書いてありますけども、あのー、これはですね、えーっと 今も37ですね、カロリーベースねで。目標値をどこまで上げるかということなんですけど、以前50とか言ってたんですが、ちょっとやっぱりそれは無理かなということで、現実的なレベルで今45ぐらいです。えー、っとただまあ あの例のウクライナ情勢なんかがありますんで、ちょっとこれも早急に見直される可能性がありますね、今、小麦の価格がすごく上がってきてますんで、それを早急に米に変えていくという、そういった多分助成金とか出して、ですねその小麦粉を米粉で代替していくとなると、自給率は相当高くなっていきますよ。みんな米食べましょうやんもううややもねパスタやめて、えー、さあそういうわけで であとは食料の経済的価値に着目した国内に供給される食料の生産額に対する国内生産の割合を示す生産額ベース総合食料自給率は基準年度で66%を記録したと。で目標値は何設定されたかということでこれもちょっと90%なんかはやりすぎという感じですねで。これも実は一番下の75%ぐらいですで。ちょっとご説明を見ておきますね。 で計算式で表すと、カロリーベース総合食料自給率というのは、1人1日あたりの国産供給熱量割る1人1日あたりの総合供給熱,総合供総供給熱量で示されると。つまり、我々が食べているカロリーの何パーセントが国内品かということですねで。一方、生産額総合食料自給率は、まあ、生産額 ある国内で消費,され消費に回された総額という感じになるわけです。で大体あの、えー、っと外国なんかであの食料輸出国ですね、例えばあのフランスなんか、食料自給率が100%を超えているところなんかはこちらを使うことが多いですね、生産額ベースというのをね。ただ、一番分かりやすいのは食料がまあその 足りなくて逼迫しているかどうかというのを如実に表すのがやっぱりカロリーベースなんですねでこれもしかしだんだん数値が変わってきてですね一人当たりの,この、えー、っと供給熱量というこれちょっと、ね、高めにしすぎているというところがあるんですよこれをちょっと低く見積もるだけで自給率は相当上がります 永平寺のお坊さんって1日1500キロカロリーぐらいで活動してるらしいから日本人がみんなそんぐらいで永平寺のお坊さんレベルになったら一気に食料自給率が上がりますよね。それからねやっぱりあの、えっと、あの食料廃棄されてる分があるんですよ。それなんかも計算に入れてしまうことになりますんでこれだからあのこの供給量のうち捨てられてるものがいっぱいあるんですよ。 だからそれを計算にあのなんていうかなちゃんとうまく消費するとか、その無駄になる分が少なくなっていけばあのこあの、この数値は改善していくんですよね。だからそこら辺がちょっと、ね、難しいところで、えーでえー、と生産額ベース、まあ、67%ということなんですが、ちょっとここら辺を、ね、読んでおいていただきたいんですね。日本の食料自給率というページと、えー、こういう感じね。 でえっと、一応、あの少し、えー、あの部門別においてはです、ねえっと、畜産物の生産が増加したという牛肉が36%、50%、豚肉はというちょっと改善しているところもあるんですよね。で、飼料自給率がしかし日本では低いんで、だから結局、あのこのカロリーベースで総合、えっと、これ、 あの自給率で見た場こっちは取っってないわこっちじゃなくて、もう一つの方こっちで見た場合ですね、これ、総合食料自給率についてはあの、輸入資料を使った部分っていうのは、国産として見てないんですよね。だから、えっと、要するに輸入資料に頼ったものは輸入品という扱いになってるんで、そこの計算の仕方によって、だいぶ変わってくるわけですね。 例えば、ここに書いてありますけど、食料自給率を、えー、飼料自給率を反映すると、まあ、その自給率、こんぐらいなんですけど、あの牛肉の場合には、食料、その飼料自給率を反映しなければ、半分近く、ね、あの国産ということも言えるわけですよね。この辺は難しいところですね。えー、ただ、やっぱり穀物、その飼料っていうのは、 あのやっぱり輸入に頼っている部分は輸入に計算に入れた方が正確だとは思いますよね。それで計算したものがえっと今現在で37%ということになるわけですね。こういったことなんかも知っておいていただきたいと思います。ちょっと時間オーバーしちゃいましたけどもえ盛りだくさんでねえ内容大変だったと思うんですがもう一回問題ずーっと解き直してそれからあの基本テキストの方ですね。この、 赤赤字を中心に探して読んでおいていただきたいと思いますでは、えー、ここまでにいたしますありがとうございました失礼します